ハイエース DIY 断熱&遮音処理。この動画では私たちが DIY でのキャンピングカーの作り方について解説していきます。キャンピングカーを作る工程はそれぞれあると思いますが、私たちの場合はこのような工程で進めていきました。今回はキャンピングカーで車中泊を重ねていく上で重要な断熱や遮音処理の方法を解説していきます。今回主に使用したアイテムはこちらです。この動画で使用した工具やアイテムは概要欄に URL を載せておきます。では早速作業を進めていきます。今回私たちが選んだ断熱材は4つで、パーフェクトバリア、静心材、スタイルフォーム、ウレタンフォームです。こちらが静心材になります。で、結構軽いもんかなと思ってたんですけど、ちょっとまあまあある。まずは静心材を適当な大きさにカットしていきます。で、これをこういう鉄板、鉄骨がむき出しのところに貼っていこうかなと思います。今回100系ハイエース天井見てもらったら分かるように結構複雑なので、まあ切りながら貼れるところを貼るっていう感じになると思います。静心材は断熱効果も高いですが、断熱だけではなく吸音遮音効果も非常に高いです。なのでデッドニングシートとも言われていて、ボディの薄い部分や天井の鉄板部分などを軽く叩いて音が響く部分に貼ることで響く音を吸収し、雨音など外部の音をカットしてくれます。で、ね、あー違うね。え、こんだけで、ね、え、すごい ね。今回めっちゃ考えたんですけど、もったいないけど一番後ろのルーフ塞ぐことにします。ではなんか変ちょっとやり直す。あ、やばい、もうくっついちゃうわ。結構すごいね、吸着。一回貼ったら剥がせんかも。だってめっちゃ青くなる。あら、ほんまや、すごい。バイバイ。次に私たちの場合、窓を3箇所塞いでいくので、3箇所の窓の型を取り、スタイルフォームをカットして窓にはめていきます。100系ハイエースの場合、デフォルトで前、真ん中、後ろにサンルーフがついていますが、後ろのサンルーフはもったいないですが板張りで塞いでいく予定なので、こちらもスタイルフォームで塞いでいきます。スタイルフォームはネットでもホームセンターでも購入できますが、ホームセンターの場合1畳のサイズで約1000円と、ホームセンターで購入するのが一番安いと思います。上手だやめっちゃ斜めったけどでかっ。いや全然やんはまるおお、いや、サクサク合わないいや、これさ、斜めなのよね。でも丸がずれてるやん、そもそも。じゃあこんな感じでスタイルフォームが作業し終わりました。で、次はこのボディの隙間にこの大きい存在感のパーフェクトバリアを詰めていこうかなと思います。うわ、気持ちいい。おー、チークの布団よりかあったかいわ、ふかふかやし気持ちいい。めっちゃ気持ちいい、うん、内張りを剥がした際の隙間やサイドのエアコンを撤去した空洞部分、
その他隙間という隙間にパーフェクトバリアを詰めていきます。パーフェクトバリアはガラスウールと違い、素手で触っても全くチクチクせず、極めて無害なので取り扱いやすい製品です。万が一燃えてしまっても有害な物質は出ないですし、触り心地も良く、赤ちゃんがくるまっていても安心とのことです。ちなみに、家の敷地に住み着いている猫もお気に入りのようです。果てしないわ。じゃあこんな感じで詰めれるところは全部パーフェクトバリア詰め終わったところです。でこれからウレタンフォームを流し込んで隙間を埋めていきたいと思います。一通りの断熱処理が終わったら、最後にスタイロフォームで塞いだ部分の隙間だったり、ボディの空洞部分にウレタンフォームを流し込んで断熱します。ウレタンフォームはいくら容量の多いものを購入しても使い切りの製品なので、車の大きさに合わせて使い切れる容量のものをチョイスしましょう。ウレタンフォームは垂れ落ちたりすると面倒なので、マスカーなどで養生して準備をしましょう。ウレタンフォームを使用する際は本当にスピード勝負で、一度充填したらすぐさま次の箇所に充填を続けて、必要箇所に連続して充填しないと噴射口や内部が固まって、まだ残量はあっても充填できなくなります。また開封して一発目の充填が内部のガス圧が一番高い状態のため、かなり勢いよく噴射されます。なので一発目の充填箇所は細かい繊細な部分は避け、広く大きい部分や大雑把でいい部分など勢いよく噴射されても対応できる箇所を選びましょう。いいね、発泡ウレタン。なんか逆さまにして使うらしいです。初めて使うんでどんな感じか全然わからんけど、とりあえずこのスタイルフォームの間を、隙間を埋めていこうかなと思います。となんか一発目はすごいこれガスが入ってて、すごいめっちゃ出るらしいので、こういったなんかスタイルフォームの隙間じゃなくて、もう完全にノズルをもう入れて、こうなんか跳ね返ってこないようにしたいと思います。おえ、めっちゃ出てくる。え、入らんし、ここだからスタイルフォームの隙間が。ちょっと待ってちょっと待って全然入らん。え、全然入らん、ごめん。いや、あ、そんな、はい、うちやらんほうがいいって、変わろう。ちょっと待って、マジで。待って待って、一旦こんな感じで終わりました。もう見てもらったら分かる通り本当に悲惨ですで、これがさっき私手についたんですけど、これがもう本当なかなか落ちなくて、もう本当くっつくレベルでネチャネチャします。もうやるときは絶対ゴム手袋を使った方がいいね、うん、もう本当最悪ですの監視かな。タイヤハウスには以前100円均一ショップで購入したエマージェンシーシートとアルミシートを貼り、板で塞ぐ際にパーフェクトバリアを詰めて断熱しました。後日天井や壁の板張りをした際にも、パーフェクトバリアを隙間に詰めながら板張りをしていきます。パーフェクトバリアを詰めた部分にドリルを使うと、パーフェクトバリアがドリルに絡まってしまい、ドリルが機能しなくなってしまうので、その点だけ注意が必要です。今回はこんな感じで断熱遮音処理をしていきました。作業を終えてみて、やはり断熱効果のおかげか、車内は外と比べても静かで暖かくなった気がします。今の季節これから暖かくなりますが、来年の冬が楽しみです。次回の動画では板張りや天井につけるライトについて解説をしていきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。